そうそう、いや、R1 でね、本番前にリハーサルをがっつり、流れの段取りみたいなやるんですよ。で、そこでなんですけど、まあ、いろんな事態を予測せなあかんと。で、まあ、得点発表の仕方とか、なんて言うんでしょう、進行とか、暫定ルームへの振り方とかも、まあ、細かく、リハーサルして、どんだけ細かくかというと、例えば、最後から2番目の寺田博明がネタして、寺田博明が3位以下やった場合、暫定ボックスの1位の人は確定しますみたいな。で、寺田博明敗者コメントで、その場でとか。寺田博明が、1位で入った場合は、その場で寺田博明確定ですって言って、暫定ボックスの2位の敗者コメントありますみたいな。で、そこの順番もじゃあどうすんねんっていう話で、寺田博明が3位やった場合、気持ち的には点数が90点、80点、90点、合計400何十点というわけで、寺田博明3位ですの瞬間に、残念、寺田博明いけませんでしたって言って、すぐネタの感想を聞きたいけど、本番の段取り的には先に1位確定のやつを処理してくださいとか。ね。で、あ、じゃあ分かりました。じゃあ、寺田裕明550点。というわけで、はい。この時点で1位のザジーは勝ち抜けです。おめでとうございます。パパパパパーンってやった後に、ネタの感想聞くとか、まあ、そういう細かいことをね、ずっと、リハで確認してたんです訓け練ど、は終わった。さあ、学んだことそをの見中せてでくれ。ね、同率やった場合どうなるんですか、言うて。で、同率やった場合ね、まあ、例えば、寺田博明と、ZAZY が同率何点みたいなやった場合、どうするんですかって言ったら、最初言ってたのはね、R1 が。より高い点をつけた審査員が多い方ガスが迫ってきた。が制空上権ですをと。使え。ね。キャッシュドロップが向かってよりる。高い点大儲けで数いいを、ぞ。つけた審査員が、まあ、3人、2人とかに分かれるのかな。3人の方が、強い。で、それをね、まあ、それよくあるルールやと思うんですけど、毎回、その都度決めますって言ってたんですよね。M1 とかは結構保留した状態で進んだりするじゃないですか。キングオブコントもそうね。って時にね、まあ、ちょっと待ってくださいと。3人目、ね、同率のやつが出てきたときに、それ矛盾生じないですかって僕言ったんですよね。どうするんですかって言って。難しい話しますけど、2人が同率やったときに、この人の方が高い点数つけてたみたいな、ね、3対2みたいなので統計取るじゃないですか。それが、例えば A さんが勝ったとしましょうよ。番付をつけてしまうと。で、3人目出てきたときに、これ誰と比べるんですかって言って。お前の2人と合計で3人でやりますってなって、そうなったら、A さん勝ってたのに、A さん最下位なる数字の振り分け方存在しますよ、言うて。そうでしょ？だって。紙に書いてやってみて。そうなんねん。いちいち番付をつけてしまうと、で、それ何すべがてあのかんっターて、ゲッそトをの、殺せ。2位で同率で A さんと B さんってなった時にさ、一回3位に落としてしまって、残念って脱落させたやつが、後で復活みたいになるで、みたいな。っていうことを指摘したんですけど、本当に全員にポカンとされまして、ここからノアの箱舟なんですけど、ちょっとほんまに考えましょうって言って、で、何がノアの箱舟かって、3人同率なんてあります？みたいな感じやったんですよ。3人同率って見たことないですよ、みたいな顔されたんですけど。あったな、3人同率。危な。そうね、その矛盾を指摘してて、それやるんやったら、最後まで保留にして、3人になって、最後、2位で、サプライボックスを特定番した。付をつ試験けにな急い行と、しろ。変になる時のみ、そのルールやるまで、その、最後まで保留しとくのか、
もしくはもう決選投票にするべきじゃないですかみたいな。ほんなら結局、ちょっと考えますと、R1 運営が。結果、保留にしますと。で、3人やった場合、決選投票にしますみたいになって。だからあんなにスムーズに対応できたんですよ。結構言われたよ。よう3人が同率っていうハプニングやったのに、スマートに進行しましたねって、あれも予測しとったやん。リハで。そこをもっと評価してくれー。